はいどうもこみです。さて本日はですね、攻めの動画ではなくてですね、守りの動画をお届けしたいと思います。で、守りって何って話なんですけども、まあ、サムネにもあった通りですね、配置をコピーするサイト、これを紹介したいというふうに思います。でね、おいおいコミちょっと待てと、配置のコピーってお前なんかそれ合法なのかと、ちょっとなんか、パクリ的なね、なんかちょっといかがわしいサイトなんじゃないかっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけども、そんなことはありません。ご安心ください。ちゃんとね、合法的な便利なサイトがあるんです。これをね、作ってくれているバベルさんって方がいらっしゃってですね、本日はそれを紹介したいんですけども、配置ってですね、結構、重視する人はするかもしれないんですけども、しない人は結構ね、手を抜いちゃうところだと思うんですよね。例えば、ファーミングとかね、別に、資源多少奪われても配置作るのめんどくさいからいいっすよとかね、対戦って言ってもなんか適当にファーミング用のね、普段のマルチの配置をそのまま使えばいいでしょとかね、思ってる方がいらっしゃると思うんですけども、実はその辺って、自分で作ろうと思ったらそういう考えになるのはわかるんですよ。なんですけど、普段ね、1時間とか2時間かかる配置を1分で自分のものにできると思ったら、どうですかこれ。やらない手はないと思うんですよね。で、ファーミングにしちゃって、別にね、対戦ガチじゃないですよという方もね、ファーミングの、そのちゃんとした資源を守るための配置、これを組んでおくことによって、もうファーミングの要はその村のレベルを上げる効率がめちゃくちゃ上がるんですよね。なんで、タウンホールを上げたてで、まだね、そういう、資源をちゃんと守る用の配置、新しいタウンホール用のものがないですよとかいう方だったり、クラクラ始めたばっかでね、ちょっと配置の作り方がわかんないよとかね、作ってる時間がないんだよみたいな、そういう方、もうぜひぜひですね、このサイト活用してもらいたいというものを本日ね、ご紹介していきたいと思います。早速ね、ご覧いただきたいと思うんですが、こちらですね、このクラクラ配置ラボさん。これがめちゃくちゃ便利なんですよ。もうぜひね、皆さんに使ってもらいたい。で、まずはですね、細かいサイトの説明に入る前に、どんな風にコピーすんのってところを簡単にお見せしたいと思います。さっきね、見てもらった私の村ってタウンホール13なので、タウンホール13の村をね、コピーするのが早いと思うんですね。ちょっとメニューを押します。はい、タウンホール13ありますね。タウンホール13、じゃあクラン対戦用のものにしようかなと、こんな感じですね。はいはい、どうしようかな。欲しい配置が、ここら辺に出ている配置。で、このヨーロッパ勢の対戦配置10個ってやつにしようかな。はい、開きます。そうするとですね、こんな感じで、具体的な配置がですね、こう出てくるんですね。おって。なんで、選んでいくじゃないですか、こうやって。選んでいって、どれがいいかなって気に入った配置があったら、じゃあこれコピーしようってコピーするんですね。そうすると、クラクラに自動的に飛んで、はい、クラン対戦の拠点。はい、私の村を1個ちょっとタップして、ここに、これでコピーが完了します。はい、これだけです。で、この辺のね、こういうなんかアーティスティックな施設なんかが反映されてないで、そういうのは自分でやるとして、はい、セーブ。以上です。はい、これで、はい、対戦用の配置が自分のものになりました。わかりますかね、これで。さっきの配置、これですよね。私何もしてません。本当に1分、ちょんちょんちょん、わずか5タップか4タップで、配置を自分のものにできちゃうんですね。これがこのクラクラ配置ラボさんのめちゃくちゃ、お手軽なとこです。すんげえ楽じゃないですか。配置がこんなに手に入ると思ったら、もうやらない手はないですよね。で、ちょっとね、さっきのサイトをもう少し詳しく説明していきたいと思うんですけども、ちょっとその前に、私のこのホーム画面にね、さらすのもちょっと恥ずかしいんですけども、Android 端末を使っている方は、さっきのサイトにね、概要欄にリンク貼ってあります。私のこの、動画の概要欄のリンクを見てください。そこに、この URL があるので、それをクリックしてもらうと、Chrome とかね、あとはSafari とか、いろんなブラウザで開けるんですけども、Android の方は開いた後に、これですね、こういうアイコンにしてホーム画面に置いとくことができます。これしとくとめちゃくちゃアクセスがしやすいんで、個人的にはおすすめです。自動的にそういうね、ホーム画面に設置しますかというアナウンスが出てくるので、私 Chrome 使ってるんですけど、Chrome では出てきますね。出てくるので、それで入ってすれば、自動的にここにこういう風にアイコンができますんでね、何の手間もこれかかりません。ぜひね、Android の方はやっていくこといいんじゃないかなという風に思います。で、クリックすると、こんな風に開きますね。ホームページが開きますので、あとはさっきと同じ使い方になるんですけども、さあ、この配置のですね、配置ラボさんのですね、素晴らしいところ、次々説明していきますんでね、聞き逃さないようにお願いしたいんですけども、まず、ホーム画面見ていきましょう。このサイト全部ですね、コピー可能です。コピー可能な、配置しか置いてません。ね。もちろんね、それで全開取られたからとか、資源奪われたからって言ってクレームはつけないでくださいと、いうことですね。これはもう関係ない。ね。作ってくれた方に感謝しながら使いましょう。はい。では、利用方法、詳しくはここに書いてあります。でもさっき私がやった方法と全く同じ方法こですので、まあ、もう一回最後にね、実践してみますけども、すんごい簡単です。1、2、3、4ステップですね。簡単にできます。はい。で、昼村っていうのがさっきの、通常のまあ村っていうか一番ベーシックな村ですね。で、夜村っていうね、大工の拠点。こっちの方もビルダーホール7以下から8、9と分けて配置が存在してるんですね。で、この昼村に関してもですね、タウンホール13のファーミング、あとクラン対戦用分けて置いてあることに加えて、タウンホール7以下もこうあるわけですね。なんでね、タウンホール帯を問わず、これは使えるので、すべてのタウンホール、すべてのプレイヤー、すべての熟練の方に本当におすすめのサイトです。はい。でですね、ちょっとね、初心者的な話も少し加えていくと、ファーミングとクラン対戦用って何よっていう話ですね。これですね、守るものが違うんですよ。ファーミング用っていうのは、当然ながら資源を守ります。エリクサー、ゴールド、ダークエリクサーですね。この、エリクサーのタンクとか金庫、あとはダークエリクサーとタンク。こういうね、ストレージ系と言われる貯蔵施設を守るための配置がファーミング用の配置です。なので、ですね、なかなか資源は奪われにくいです。簡単な攻めをされてもですね。ですけども、まあ、当然ガチプレイヤーが攻めてくると全開取られやすいと。まあそういうね、特徴があります。一方で、クラン対戦用の配置、これは全開を取られないことに重点を置いていますので、なかなかですね、全開が取られにくい反面、今言った金庫とかエリクサーのタンクとかそういったのが災害層に配置されてたりして、もうゴブリンとかね、アーチャーでポン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 資源を奪えるようなところにあったりもします。なので、クラン対戦には、こういうクラン対戦用の配置を、ファーミングをするときにはファーミング用の配置をそれぞれですね、選んでもらうといいんじゃないかというふうに思います。ちょっと戻しますと、まあその、クラン対戦用とファーミング用ってですね、まあ一応このクラクラの、配置の、エディターの中でも分かれてますね。エディターっていうのはですね、クラクラのこのページのですね、ここのところ、これですね、これを押してもらうといいんですけども、ここね、はい、右のところですね、押してもらうとですね、まあこんな風に、エディターが開きます。で、自分の村、これがファーミング用の配置です。を、保存しておくところ。クラン対戦用の拠点、これがクラン対戦用の配置を置いておくところですね。はい。で、今、普通はですね、3つまでが通常、開放されてるんですね。クラン対戦用の拠点は。ただ、こっちの、プラス3つっていうのは、エメラルドを2000ずつ使うと、こうね、開放されていくということですね。まあ、これも別に無課金でも、そんなにね、コツコツエメラルドを貯めれば開放されるんで、まあ、そんなに、まあ、考えるところではないと思いますけどね。まあ、こんな感じで自分用の村にコピーして、で、それを、まあ、こう、有効にする。まあ、ちょっと今、私ね、木かなんか、やぶか、キノコかわかんないけど邪魔していてちょっとこれが使えないんですけども、まあこんな感じでね、これ有効にするってすれば、クラン対戦もそうですけども、有効になると。まあこんな感じですね、有効にするですね。はい。いう風にして、コピーしたものを使ってもらえればいいということになりますね。まあ、これがまあファーミング用とクラン対戦用の違いです。で、例えばですね、タウンホール13見てみましょうかね。さっき私だと13。13っていうと、どんな配置があるのっていうと、こんな感じですね。中国勢、使用頻度高め、対戦用配置とか、いろいろ使える対戦用配置。まあ、こういうのを中開いてもらうと、20個分の配置がドドドッと出てきます。ものすごい数の配置が、ここに保存されているので、ですね、この、配置の、を一個一個個別にすると、まあ、量が増えちゃうから、こうね、まとめてくれてあると、まあ、いうことですね。テーマごとにまとめてくれてあります。ですけども、まあ、選べないぐらいいっぱいあるので、まあ、問題ないと思いますね。欲しい配置はどっかにあると思います。で、ステファニーさんっていうね、本当にもうタウンホール今13の、レジェンドリーグのトップの10ぐらいのところを全部折檻してるような、すごい、もう、有名プレイヤーがいるんですけども、この方の配置とかもね、こう、コピーできるようにしてくれてます。もうこんなサイトあるかって話ですよね。一体どんだけこれね、時間がかかってんのって話なんですよ。自分でこれ作ってるんで、このバーケバメって知ってます?去年の世界選手権で優勝したチームの配置、これがこっから取れちゃうんですよ。やばくないっすか?こんなの。半端ないですよね。で、まあ、こんな感じでですね、まあ、いろんな配置が本当にあります。で、今言ってるのはすごい上手い人の配置とかね、もあったり、あと先に進んでいくとね、こんな風にもう画面にもう配置がこう見えたりもするんで、まあ、こういうのは探しやすいですよね。まあ、こうやって、いろんなね、配置を取っていくといいです。ジョニーのゲーム実況さんが紹介したファーミング配置とかね、こんな、いろんなとこでね、出てきた配置を片っ端からこうコピーできるようにしてくれてるっていうね。いやー、すごいですよね。で、これがタウンホール12、11、10と、もう下のタウンホール帯も全部あるんで、もう、に使ってもらったらいいと思うんですけども、まあ、例えば13だったら私もう一回やってみましょうかね。クラン対戦用の配置、はい。こんな感じですね。十字型配置とか、どれがいいかな、ちょっと面白いのがなんかあればいいですね。2番にしてみましょうかね。例えばね、サザンクロスとかね、すごい苦手な、特徴的な配置がありますよね。で、そういう配置っていうのを僕でコピーして、フレンド対戦で、練習するっていうのも手ですね。これ見てください。こういう、もう CWL ってもう世界大会のインスさんとかね、もうプロプレイヤーたちの配置ですよ。こういうのがコピーできちゃうんですよ。やばい。やばいにちょっとですね、本当に。このメックスさんもこのプロプレイヤーですね。すごいんですよ。で、まあ、例えばですけどね、こういうところがもう一回言ってますね。まあ、1個入っていくと、これ。配置の説明が書いてあります。こんな風にね、配置の説明、流行っている配置22個について、こんな風に使ってもよし、対戦用に備えて攻略するもよしと、こんな感じですね。ベース1、2、3と、こんな風に出てきます。で、探していってですね、自分の、この配置ちょっと面白そうだなと思ったら、これを配置コピーしてですね、これコピー、ポンとクリックすると、はい、自動的にクラクラに飛びます。何の作業もしてません。飛びますね。飛んでロードされたら、もうコピーする画面にこうなっちゃうんですね。はい。レイアウトエディターで、コピーしたいところにコピーして、こんな感じですね。はい。で、これで OK です。で、ですね、この、配置ラボさんの使い方の特徴なんですけども、このまま使ってもいいんですよ、もちろんね。使って、有名配置に、フレンドリーチャレンジで攻めてみるとかいうことも OK だし、あとは自分でね、こういう配置って、ちょっとね、修正することももちろんできます。例えば、インフェルノタワーをこれをマルチシングルに変えるとか、クロスボウのね、対空、この辺を変えるとか、罠の位置を変えるとかね、テスラの位置を待つとこれをやっぱテスラにこうしてみようかなとかね、こんな風に自分で自由に当然動かすことができます。もう、ダウンロードしてコピーしたらそれも自分の配置なんで、ここからモディファイすることっていうのは、編集かなすることっていうのはもう全然可能です。何でもできます。自由にいじってほしいというふうにね、バベルさんもおっしゃってました。のでね、やってほしいなというふうに思うんですね。で、こういうサイトを使っていると、ちょっとね、気になるのが、よく出回ってるね、そういうテンプレ配置ばっかなんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですよ。確かに有名な配置っていうのは、テンプレ化されて攻略がね、出てきていることっていうのは、結構、往々にしてあります。あるんですけども、まず注意して、覚えておいてほしいのは、そういうテンプレ配置の攻略をしっかりと頭に植え付けておいて、きちっと攻略会で攻略してくるプレイヤーって、そんないっぱいいません。本当に一部の、ごく一部の上級プレイヤーがそういうレベルになってるだけであるので、多少のテンプレ配置でも、そんなね、ガチガチの大会に出ますとか、いうね、レベルでなければ、普通の野良対戦っていうんですか、通常のクラン対戦やるぐらいだったら全然問題ないし、気になるんだったらさっき言ったように少し自分でいじってみたらいいと思います。で、あとはですね、自分でいじってもそんな時間かかんないんですよ。こういうベースが出来上がってると、ゼロから作るとめちゃくちゃ大変なんですけども、こういうベースが出来上がってるものを少しね、例えば前回取られたらどんな風に相手が攻めてきたのかな、ここが弱いのか、じゃあこれをこういう風に変えてみようみたいな、風に変えていくだけではもうほんと10分とかそういうね、15分レベルの作業なんで、楽しみながら十分できる範囲かなという風に思いますし、そういうことをしてるうちにね、自分で配置を作るコツなんかも分かってくると思います。で、もう一個覚えておいてほしいのは、こういうですね、コピーサイトって実はさっき言ってた大会に出るレベルの上級プレイヤーも使ってます。てか私も大会に出るんですけど使ってるんですよ。で、どうするかっていうと使って何度もそういう対戦とかフレンドリーチャレンジとかでこう攻めてもらって、で、弱いところを自分で見つけていくんですね。で、その弱いところをじゃあどうしたら補強できるかって考えながら、このコピーした配置を強化していくっていう、そうやって自分の配置を作っていくっていうスタンスを取ってる方もいっぱいいます。なので全然そういう方法で、オリジナルの配置を作っていくっていうのは、ありだと思うんでね、試してみてもらったらいいと思いますし、あとなんて言うんでしょうね、こういう、コピーサイトって本当にですね、いろいろいくつも、日本、海外含めてあるんですけども、日本語で、サポートされていて、ここまで使いやすいサイトっていうのは多分正直私これが、一番いいんじゃないかなっていうふうに思うので、今回ね、こうやって説明させてもらっているというところになりますね。ですんで、ぜひですね、この簡単なんですよ、本当に使い方が。めちゃ簡単。このホーム画面に、行って、ホーム画面に、普通こう入りますよね。ホーム画面に入って、で、あとはですね、すいません。ホーム画面に入って、で、ですね、このメニューってところがありますよね。メニューってところをポンと押すと、はい、こういう風にどのタウンホール帯の情報が欲しいですかって出てくるんで、それ欲しいのをちょんとすればね、それで、そのタウンホール帯のサイトのページに飛んで、あとは、ポチポチしてね、自分の好きな配置を探してコピーするだけと。こんだけですね。一応コピーしたい、配置のタウンホール帯のアカウントで、ログインをしておく必要はあると思います。そうしないとちょっとめんどくさいんでね。例えばタウンホール10の配置をコピーしたいんだったら、まあ、複数アカウント持ってる場合はね、スパセル ID を使ってこう、まあ、切り替えるじゃないですか。まあ、スパセル ID の話もちょっと別の動画でお話ししたいと思うんですけども、切り替えるときにタウンホール10の、アカウントを立ち上げておいてから、まあ、このサイトを使うと、まあ、その、なんていうんですか、スムーズですね。というところですね。あともうね、夜村大工の拠点、これのね、配置作りが本当多分大変なんで、もうぜひまずこっからでもいいから使ってほしいと思います。で、まずここまでがね、メイン機能です。配置ラボさんのですね。で、それ以外の機能もちょっとお話ししていきたいというふうに思います。まずですね、その他のタグっていうところはちょっと一旦置いておいて、クラメン紹介。ここもあるんですね。一応ですね、この、タウンホール、10エリートさんじゃないかな。これ0エリートになってるな。ユパさんって方ですね。のリーダーのクランにいらっしゃいますよと。まあ、こんな感じですね。タウンホール0エリートいいのか。なるほど、なるほど。タウンホール12、13の後半だから、10エリートさんじゃないのかな。ごめんなさい。失礼しました。はい。ですね。で、こんな感じでですね、新着情報が載ってまして、この新着情報って何かっていうと、まあ、当然この、ホームページ内でも見れるんですけども、バベルさんのですね、ツイッターをフォローしておくとですね、その新しい情報がアップされたたんびにツイッターで情報が回ってきますんで、これもおすすめです。私もね、フォローさせてもらってます。で、それはですね、この、ホーム画面の一番下にこう、一番下にこう謙虚です。ほんと謙虚ですよね。こんないいサイトなんだから一番上に自分の紹介持ってきてもいいと思うんですけども、運営者ということで、バベルさんのね、紹介が載ってます。このフォローするボタン、ここですね。皆さん、ここを、忘れずに、ポチッと、おっと、俺、白になっちゃってるな。ここをですね、おっと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 、ポチッとね、してね、コピーをしてもらえたらいいかなというふうに思います。ここですね、忘れずにコピーしておいてください。フォローしておいてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、そうするとですね、Twitter で情報が回ってくると。いうことですね。で、まあ、そんな感じで過去のアーカイブもなんかもね、こう見えます。更新情報が載ってますんで、どんな風なね、最近のその、更新された配信は何かなとかいうことであれば、まあ、このアーカイブでね、発信のその履歴を見てもらうということもありかなというふうに思いますね。はい。でですね、あとはそれ以外にもね、ためになる機能がいっぱいあるんですね。で、順に追っていきたいと思うんですけども、まあ、このクラクラクイズとかですね、まあ、そういうちょっとファンサイト的なものがあったり、こんな感じですね。クラクラのクイズ。面白そうですよね、このね。19年の11月か、こんな感じで、クイズページが作られてますね。はい、こんな感じ。100エリユニット、ボーランが投げる石の範囲は、おー、すごいですよね。肩の調子次第。これはね、ちょっとあと自分でやってみてくださいね。意外とね、こういう役に立つ、なんていうんですか、クイズなんですよ。俺が面白いですよね。結構ね、こういうところって実はボーラーって、手前の施設を殴らせながら奥の施設にもダメージ与えるみたいなね。まあ、そんな使い方があったりもするんで、じゃあこれは2なんですか、3なんですか、または調子次第なんですかっていうのはまあないと思うけど、これちゃめっ気ですよね。はい。まあ、そんな風なところに楽しんでもらうっていうのも全然ありだと思うし、あとはですね、ユニット攻撃力計算というところですね。で、こんな感じ。これね、面白いんですよ。例えば、バーバリアのレベルいくつが何体いたら、どんだけのダメージを与えるのかっていうのがね、分かったりします。例えばまあ、ライトニングドラゴンにしましょうかね。レベルじゃあ3。で、ライトニングドラゴンが例えば、じゃあ2体いた場合どうなのっていう感じですね。で、こんな感じで、これか。ライトニングドラゴンレベル3が2体ですね。選んで、一番下の、合計計算すると、600ダメージ毎秒与えると。いうことになるわけですね。なので、こんな風にして、特にね、序盤のサイドカットなんかの時に、ダメージどれぐらい与えるのかなみたいなところを計算するのに、まあ、こういうのを使ってもね、いいんじゃないかなという風に思います。で、一番やっぱね、この配置コピー機能以外で僕がお勧めしたいのは、このクラクラ情報ですね。これがいいんですよ、やっぱり本当に。こういう小ネタ系の騎士みたいなところがですね、まとまってんですね。すごい。まあ、さっき冒頭言ったけどもですね、資源重視の配置、まあ、ファーミング配置って何みたいなところですね。まあ、さっき言った守るものの違いってところが、まあ、詳しく書かれてます。だったり、対戦配置の知識、あれこれ、こんなん見るだけでもちょっとなんかクリックしたくなりません？もう本当に行ってみてクリックしてほしいんですよ、ぜひね。あと、まあ、クラクラタウンホールの変化とかね、まあ、これだな、クラクラ好きワクワクしますよね。この、1、2、3、4、5、6、7、8、までは茶色だけども、9で黒になってからのこのカラーバリエーションの変化とかね、おお、すげえなーっていうのがわかりますよね。あとこれ。このね、バーバリアにもわかるクラクラを上達させてくれるクリエイター集、これはね、ぜひですね、クラクラを始めたばっかの人はぜひ見てください。YouTube ってどれ見たらいいのとか結構、迷うじゃないですか。こういうね、時にも、YouTuber の特徴なんかがまとまってます。これはいいんですね。クラクラ関連のブログ。こういうね、ブログ、マホラマ TV のあっちゃんさんのね、ブログの方、URL とか、あとはですね、なりぶろさん。これはもう本当にクリエイターコード持ってる、かなりですね、クラクラ界隈では有名なブロガーの方ですね。あとはゲリブロポンタさんも、これもカリスマですね。の方のページとか。あとはサニムイネの、フィグサさんのページとかですね。あとは、青戸今さん。この方はもうデザイナーの方ですね。かなりいろんな、クラクラ関連とかの有名な、その大会とかのね、ロゴを描いてらっしゃったり、絵を描いてらっしゃるっていう、かなりの、有名な、デザイナーの方ですね。で、YouTuber の紹介。はい。圭介実況局さん。クラクラで一番チャンネル登録者数が多い、実況局の、チャンネルですね。だったり、綾瀬さんですね。去年の世界大会予選まで行った素晴らしい、もう凄腕プレイヤーですね。ボンクラっていうね、そのまさにポンタさんが運営、そのもうディレクターかな、やっている、クラクラチャンネルのですね、軍師としても有名な方ですね。だったり、ゆうた14さんも最近超伸び筋の YouTuber の方なんですけども、YouTuber っていうとちょっと語弊があるかもしれませんが、去年の世界、選手権の、最終トーナメントかなまで行った。本当にね、超有名な、日本で私多分一番うまいんじゃないかと思っている、クラクラプレイヤーの方ですね。あとはジョニーのゲーム実況さん。さっきのケイスケさんのね、動画っていうのが、結構ネタ系の動画が多かったりするんですけども、ガチ系のその解説動画では一番、チャンネル登録者数の多い YouTuber の方ですね。だったり、はい、ここ、コミ出てきましたね。ここですね。私のチャンネルも、紹介してもらってます。丁寧な解説ということでね、丁寧、丁寧と2回丁寧が出てきますね。こんな感じの、説明がですね、こう載っているような、情報、ページにもなっててますので、特にね、始めたばっかりの方なんかはね、いろんな情報をここから仕入れるというのがすごい、有意義だと思うので、やってみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日はですね、こちら、配置のコピーサイト、紹介させていただきました。改めてホームに戻りますと、もう一回、クラクラ配置ラボさんです。このね、ぜひ、ページの URL、私のこの、動画の、チャンネル概要欄にちゃんと URL を貼ってありますので、まだブックマークをしていない、またはですね、Android の方でこういう、これですね、アイコン化してない方、こういうね、このアイコン。やってない方っていうのは、ぜひね、ホームページ上にこう、ホーム画面上かなにこう、アイコンをね、作っておいてくれると、いろんな場面でね、配置の悩みっていうのがなくなると思います。何度も言いますけども、2時間とかかかる配置を1分か。10分もいらない。1分。コピーできちゃう。ものすごい、便利サイトなんでね、ぜひぜひ皆さん、ブックマークしてですね、タウンホールが上がるたんびに使えますし、対戦で新しい配置が欲しくなるたんびに使えますから、初心者から上級者まで全てのタウンホール帯、夜村にも使えます。ぜひね、ブックマークして活用してもらえたらというふうに思います。そしてですね、本日の動画これで終わりますけども、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、私のチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。またね、皆さん次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。